国連女子陸上競技部は毎年道内の小学校を回り陸上教室を行ってきましたが、今年は新型コロナの影響で実施できていません。今日は学校が休校となりストレスをため込んでいる子どもたちのために真駒内公園で特別授業を開きました。走り方を学ぶ授業には小学6年生18人が参加し、国連女子陸上競技部の選手やコーチから腕の振り方や足に負担をかけない体の動かし方などを学び、熱心に練習に励んでいました。